なんだよこれ。ビル事故だよな。あそこから落ちてきて湖ごと結晶だと？何がどうなってんだ？ファルシの力か？俺たちは一体どうやってここに？私が知るか。生きてる。どうして？セラだ。あんなに上から落ちたのに助かるなんて奇跡だろ。セラが助けてくれたんだ。ふざけるな。いいか、セラはお前のせいで。姉さん！なんだよ今の。魔法だよ。ルシの力だ。ファルシに呪われたんだ。ルシにされたんだよ。本当にルシーなんだな。らしいな。お前は？うん。ほら。お。全員ルシか。なんで僕が？僕は関係ないのに！あんたらがファルシなんかに手を出すから！僕を巻き込むなよ。あんたのせいで僕のあんたもセラも迷惑なんだよ。おい。悪い。大丈夫だからね。ほら立って行こう。ルシか。おう、みんな仲良く国運の敵ってわけだ。使命が分からなければ果たしようもない。もう見たと思う。見た？ルシの使命つうのはああしろこうしろって言葉ではっきり説明されるわけじゃねえんだ。ぼんやり見えるだけなんだとよ。まあ伝説だかな。伝説だ。何か覚えてるか？はっきりしないんですけど、大きな、すごく大きな。まさかお前らも見たのか？ラグナロク。
全員同じものを見て同じ声を聞いた。あれが使命でも、あんなのだけじゃ何すればいいのか。そういうものなんだって。ファルシが見せるのはああいうものだけで、実際に何をやるかはルシが見つける。俺たちパルスのルシはコクーンの敵だとなれば、使命はコクーンを守るんだ。この世界を守るのが俺たちの使命だ。うんうん、どうしてかな。ゼラが言ったろ、一緒にやろう。力を合わせて戦うんだ。セラを探すぞ。きっとこの近くだ。あ、私も探すよ。待って。、落ち着きのねえ野郎だ。